はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。人魚の宝玉、もうすでに24時間以上プレイしていますが落ちません。もうジャックバウアー状態です。もう FBI 顔負けです。この渚木恐るべしですよね。この大航海船長、皆さんはもう人魚の宝玉ゲットできましたでしょうか。本当ね、これドロップ率ね、多分数パーセント、1% とかそれぐらいじゃないかな。いや、もっとかな。もう100回以上船長倒してますが落ちません。今回はワルニャンを入れてドロップ率を上げてプレイしています。今回使っている妖怪は画面の左の方に出しておきますが、厄介、ジバニャン S、 吹雪姫、アツガルル、ワルニャン、こちらの5体で挑戦しています。もうね、厄介のレベルもねかなり上がってきたよね。なんとかこの大航海船長を倒して人魚の宝玉を手に入れて、確か人魚と合成すると S ランク妖怪のヤオビクニになるということなんで、これはねぜひともゲットしたよね。人魚自体は D ランク妖怪で、まあ大したことないんですが、このヤオビクニになると S ランク妖怪で非常に強力です。もうおそらくこれからメインのメンバーに入っていくのではないかと思っています。さあどうだ、押してくれ。お、これは経験値玉ではないよね。どうだ、お、人魚の宝玉ゲットできました。まだ信じられません。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。